ジュール・ジョゼフル・フェーブルの1882年の絵画、パンドーラー。個人像。パンドーラーはギリシア神話に登場する女性で、神々によって作られ人類の災いとして地上に送り込まれた。人類最初の女性とされる。パンはすべてのものであり、パンドーラーはべての贈り物を意味する。また、日本語では超音符をつけずにパンドラとも表記されている。 現在伝わっている神話では人間とされているが、かつては地母神であり、陶器に描かれた絵に神々に作られたパンドーラーが大地から出現する表現が見られることから地下から恵みをもたらす法上神だったと考えられている。彼女が開けたパンドーラーの箱についても本校で合わせて衝実する。また人類最初の女性であるパンドーラーとは別にアッティカオ・エレクテウスの娘 ジョン・フラックスマンが描いた仕事とヒーラスト。左から、ホーラたち、パンドーラーとカリスたち、ペイトウ。プロメーテウスが展開から火を盗んで人類に与えたことに起こった。ゼウスは人類に災いをもたらすために女性というものを作るようにヘイパイストスに命令したという。兵士を出す仕事と火によればヘイパイストスは泥から彼女の形を作り。 神々は彼女にあらゆる贈り物を与えた。アテーナーからは、旗織りや女のすべき仕事の能力を、アプロディーテからは男を苦悩させる魅力を、ヘルメイスからは犬のように恥知らずで狡猾な心を与えられた。そして、神々は最後に、彼女に決して開けてはいけないと言い含めて、ピトスを持たせ、プロメーテウスの弟であるエピメーテウスのもとへ、送り込んだ。 美しいパンドーラーを見たエピメーテウスは、プロメーテウスのゼウスからの贈り物は受け取るなという忠告にも、かかわらず彼女と結婚した。そして、ある日パンドーラーは、好奇心に負けて亀を開いてしまう。すると、そこから様々な災いが飛び出した。しかし、ラムダパイのみは縁の下に残って出ていかず、パンドーラーはその亀を閉めてしまった。こうして世界には、 最悪が道人々は苦しむことになった。兵士オドスは、かくて、ゼウスの心からは逃れがたしという難解な言葉を持ってこの話を締めくくる。最初の女性であるパンドーラーが人類に最悪をもたらしたという神話が作られたのは、兵士オドスが徹底した女嫌いだったためとされる。兵士オドスは、浸透期においてもパンドーラーについて触れ、 神々から使わされた女というものがいかに男たちの災いとなっているか熱弁している。バブリウス、イソップフグーシュはこれとは違った物語を説く。パンドーラーは神々からの祝福が詰まった壺を与えられる。しかし、エピメーテウスがこの壺を開けてしまう。祝福は飛び去ってしまったが、ただエルピスだけは残って逃げてしまった良きものを我々に約束したという。 パンドーラーは、その後、エピメーテウスと、娘ピュラーと、ピュラーと結婚したデュカリオーンと共に大洪水を、生き残り、デュカリオーンとピュラーは、ギリシア人の祖といわれるヘレーンを設けた。クレタから出土したピトス。ダンテ・ゲーブリエル・ロセッティの1878年の、絵画、ピュクシスを持つパンドーラー。レディリーバー美術館所蔵。ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスの巧妙な絵画。 災いをすべて入れるには、いささか小さすぎるピュークシスは、長持ちの類とも解された。戦術の通り、箱に関しては本来は亀である。平シオドスの著書、仕事と日の文中では、古代ギリシア語、パイシータという表記がされている。これがパンドーラーの箱について触れられている最古の書き物だと言われる。最初に箱と記述されたのは、ルネサンス時代。 ロッテルダムのエラスムスがパンドーラーの物語をラテン語で叙述した際、パンドラの箱の物語は多分に偶意的である。特に箱に残ったエルピスをどう解釈するかで物語の理解が分かれる。古典ギリシャ語のエルピスは予兆とも期待とも希望とも訳されうる。英語圏ではエルピスはホープと呼ばれている。エルピスを希望とする説では、 数多くの災悪が出てきたが、最後に希望が出てきたので人間は絶望しないで生きることができるとされている。特に、バブリオスの物語は、実際の幸福は逃げ去ったが、いつかは幸福が手に入るという希望が残っていると解釈することができる。希望が壁の外に出ず、中に閉じ込められたままでは、機能しないのではないかという点に関しては、希望が人間の手元に残ったという解釈が、 一般的である。亀には、穀物や、オリーブ油といった良いものを貯蔵する器のイメージと悪いものを閉じ込める牢獄のイメージがあり、ヘイシオドスはそれらのイメージを同時に使っていると考えられている。また、亀に最悪が詰まっていたことから、エルピスも悪いものだとする解釈もある。最悪は辛いものだが、それが襲い来ることをあらかじめ知るのは最も辛いことだとして、 エルピスを、予知、悪いことの予期と解するのである。ただし、エルピスという言葉は、良いものを予期する際に使われることの方が多い。現代では神話になぞらえて、開けてはいけないもの、災いをもたらすために触れてはいけないものを意味する、慣用句として、パンドラの箱という言葉が使われている。またパンドラウイルス属は、発見によって、生物の定義に混乱がもたらされたため、 パンドーラーにちなんで命名された。ありがとうございます。